なんじゃ、じっと見つめよって。はい、どうも、アイメロンです。陰気当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日から、新イベントですね。幸せをあなたに、満点のラブリークリスマスがスタートしました。はい。バーストフェス、お姉さんのバーストフェス、すごい短かったですね。1週間もやってないよね。5日ぐらい？なんか体感4日ぐらいで終わっちゃった気がするんだけど。うん。全然僕、バーストフェスの素材集められなくて。短すぎてね。みんな集められましたか？まあ僕がお姉さん持ってなかったってのもあるけどね。それでもちょっと短すぎて、全然集まんなかったですね。はい。3.5 周年のコインはまだ集められるのかな？うん。ちょっと、なんか、全然集まる気がしないですけど。まあ、できるだけ、3.5 周年のコインの方もね、集められるようにやっていきたいと思います。はい。で、新イベントがクリスマスのイベントですね。なんかこのクリスマスのイベント来ると、うん、もう年末かって感じですよね。まあ、あとね、今年1ヶ月で終わりですが、まあ、悔いを残さぬようね、仕事なりなんなり、もろもろ、残り1ヶ月頑張っていきましょう。ということで、ガチャやっていきましょうか。前半戦のピックアップキャラが、孫作ですね。孫作、白布となっております。はい、ビジュアルこちら。うん。いや、可愛いですね。今回はかなり当たりじゃないですか。僕的には、うん、大当たりできるレベルで可愛いと。まあ僕がね、孫作好きってのもあるけども、それ差し引いても結構できいいんじゃないですかね。またこれバーストしたらどれぐらい露出するのかも気になりますけど。いや、可愛いですね。ちょっと性能見ていきますか。今回が火の中絵かな？はい。てか火の中絵って、最近信長で出たばっかですよね。1個前か。乙女コラボで。また火の中絵なんですね。うん。まあ、そこの比較もしながら見ていきましょうか。はい。ジングルベル孫作白布。貴族性の武器が大土で中衛となっております。リーダースキルは幸せなメロディー。貴族性投資のスキル EB のダメージ 20% 上昇。試合のマックスで貴族性投資のスキル EB のダメージが 50% 上昇となっております。通常スキル1つ目がリンリンリン。180秒間自身の行動間隔を 20% 短縮する。2回目以降スキルが、どんどんどんに変化する。180秒間自身の余ダメージを 15% 上昇する。2つ目、ベルオブハッピー。180秒間自身の回心率を 30% 短縮する？どういうことだ？上昇するってことでいいのかな？あ、多分、表記ミスかな？多分回心率上昇するってことだよね。2回目以降スキルがベルオブドゥームに変化する。増加 EP が25、消費 SP が35になる。敵一体に威力 200% の非属性攻撃を1回行う。属性、開始発生時威力が 1.6 倍になる。3回目以降 CT が50になる。2回目使用時点で CT が適用される。3つ目、豪運の鐘。敵一体に威力 130% の非属性攻撃を1回行う。エクストラバーストがゴールデンプレリュード。すべての敵に威力 1200% の非属性攻撃を1回行う。追加効果100秒間自身の行動間隔を 25% 短縮する。対象の全スキルの CT をリセットする。EB プラス500。2回目以降、EB がゴールデンフィナーレに変化する。すべての敵に威力 3600% の非属性攻撃を1回行う。追加効果、すべてのパーティーの SP を回復する。回復量は勝者の攻撃力の 1.5% となる。となっております。はい。何やら苦節ような雰囲気ですが、リーダースキルから見ていきましょうか。リーダースキルはめちゃくちゃシンプルですね。はい。スキル EB のダメージがアップと、倍率も 50% なんでなかなか高めですね。
で、しかも、攻撃回数が偶数奇数とかの縛りも特にないので、すごい使いやすいですね。はい。まあ、スキルファイターのキャラであれば、もう誰とでも組ませられると。で、通常スキルが、1周目はバフですね。はい。まあ、スキル1、2が300秒となってるので、まあ、EB でリセットして2回目打ちましょうって感じですね。だからサブパーティーに配置すると、まあ、基本バフをつけるだけって感じですかね。で、つくのが1個目のスキルが行動感覚短縮バフと、スキルレベル1で 20% なんで、スキルマックスで 30% なんですね。はい。まあもうまあ、まずまずの倍率ですかね。はい。で、2個目が回心率と、まあ、短縮ってなってますけど、多分上昇でしょう。スキルレベル1で 30% なんで、マックスで 45% ですね。はい、これが常時かかると。で、メインパーティーで使うと、まあ、後で見ますけど、EB 使うと CT がリセット、通常スキルの CT リセットされるので、まあ、スキル2まで使った時点でリセットして2周目かけましょうと。で、2周目のスキル1が、180秒間の余ダメアップですね。倍率 15%、ちょっと物足りないですね。ここは 20% でもよかったんじゃないかなと思うんですが。うん。スキルレベルマックスでも 23% までしか上がらないんで、まあ、常時かかるとはいえ、ちょっと倍率がね、ちょっと低いかなって印象ですかね。はい。で、スキル2の方の2周目が、単体攻撃ですね。200% と。で、回心発生時に威力が 1.6 倍になると。で、2周目、2回目使ったら、それ以降は CT が50秒でこの、200% かける1.6 倍の、まあ、スキルが使えると。配信はどうだろう？この状態で 40% あって、で、スキルレベル1、まあ、2からハイスだから 32% とかかな？スキルレベル2、32% だね。うん。まあ、これだけでもう 72% あるので、あと専用装備で 100% を超えるでしょうと。なので、まあ、実質、うん。まあ、1.6 倍は確定みたいなもんなんで、まあだから、320%、もうちょっとか。210×1.6 だから、ちょっとすぐ出てこないけど、まあ 300% 超の攻撃が50秒に変えてますよってスキルですね。はい。で、スキル3は CT0 のスキルですね。はい。その状態で 130% なんで結構倍率高いですね。スキルレベルマックスでまあ 200% 弱まで上がりますと。で、EB が、ちょっと特殊ですね。1回目と2回目で効果変わって、1回目が、1200% のダメージと。で、さらに100秒間の行動間隔 25% 短縮もつくと。で、さっき言った通り、ここで、スキルリセットが入りますと。さらに EB プラスもありますと。いった感じですね。はい。バフは行動間隔短縮。通常スキルでも行動間隔短縮かかるんで、かなり、手数。早そうですね。まあ、その分、スキルファイターなので SP はガンガン消費していくんですが、そこはね、この EB2 回目で、まあ、ちょっと回復することができると。はい。で、2回目の EB がくせ者で、威力がね、3600% と、まあ、とんでもない、倍率になってますと。はい。で、さらに SP も回復するとなってるんですけど、ただ、だいたいね、この、1回目、2回目で効果変わる EB 持ちは、1回目 CT0 のことが多いんですが、今回の孫作は1回目から CT100 秒かかっちゃうと。なので、2回目のね、威力 3600% めちゃくちゃ強力なんですが、すぐには打てませんと。はい。なので、ちょっとスコアタだと使いづらいかなって印象ですかね。まあ、工夫すれば全然スコアタでもやれると思うんですけど、うん、何も考えずに使うと、最低でもね、100秒以上。まあ、1回目使ってからやっと100秒の CT カウントされるようになるんで、110秒、5秒から10秒ぐらいは、まあ、どんなに頑張ってもかかっちゃうので、ちょっとスコアタだと時間かかりすぎかなって印象ですかね。うん、まあ、それでも、一番ね、上のレベルキャップのところで戦えば、ま、全然100秒超でも、まあ、かなりのスコア出せるんですが、うん。ガチ勢
にはちょっと好まれない性能かなって感じですかね。ダメランだとめちゃくちゃ強いと思います。はい。しかも工夫次第では、この 3600%、イビレベルマックスまで上げると、4800% ですね。はい。間違いなく現状実装されてるキャラの中で最強火力なので、まあ、並ぶとしたら光属性の、チオなんですけど、チオはね、超回心が発生してやっと、4800% 達成できるので、無条件で 4800% 出せるっていうのはもう破格の性能ですね。はい。で、まあ、どう工夫するかっていうと、まあ、単純に EB の CT を短くすればいいんですよね。そうすればそれだけ、多く、早く、この、強力なね、2回目を打てるので、うん、どれだけ EB の CT を短くできるかにかかっていると。で、まあ、1個目の方法としては、トロフィーですね、装備。過去の記念トロフィー使って、EB の CT を短縮すると。10% 短縮ついてるトロフィーがあるので、それ使ってあげれば、10秒短縮できるので、そこでまず90秒にできると。で、もう一つの方法が、サッチャンと組み合わせることですね。今回の孫作は、持続性なので、まあ、サッチャンとの相性がすごいいいと。で、サッチャンもスキルファイターなので、まあ、孫作のね、リーダースキルと併用すれば、サッチャンもね、諸乗りさせることができるので、うん、サッチャンと組み合わせると。で、サッチャンは EB を打つと、パーティーの CT を10秒短縮させることができるので、まあ、これをね、利用して、まあ、孫作の EB の CT を短くして、まあ、1回でも多くね、孫作の2回目の EB を打とうって作戦ですね。はい。まあ、スコアトだとね、どうしても、時間、短い時間でクリアすることを求められちゃうので、まあ、そこまで、さっちゃんの、強みが出ることはないんですが、間違えた。ダメランであればね、3分フルで戦うこと前提なので、それで、さっちゃんと組み合わせるとね、非常に強力かなと思います。まあ、頑張れば、まあ、頑張ればというか、普通にね、孫作が EB 打った後にさっちゃんの EB 重ねて、CT 短縮していけば、孫作の2回目の EB をね、3発は打つことできると思うので、頑張れば4発いけるのかな。4発はちょっと厳しいかもしれないけど、3発はね、そんなに難しくないと思うので、まあ、最低でも 3600% の EB を3回打てるとなれば、まあ、かなり強力なんじゃないですかね。はい。まあ、あとさらに今回の孫作のポテンシャルを引き出すんなら、まあ、前衛でね、覚醒バフ持ってるキャラと併用すると。うん。まあ、ダメランであれば属性縛りになることはないので、まあ、適当に水の、ケイちゃんだったりとか、まあ、光属性の、サッちゃんとか。だから前衛、中衛、どっちもサッちゃんになるのか。サッちゃんと相性いいですね、今回。覚醒バフで、つけた状態で2回目のね、EB 打てば、まあ、とんでもないダメージ出せると思うので、非常にロマン溢れてますが、ただ、火属性だと2倍バフは持ってるキャラいないのかな ?1.7 倍はいるか。火属性の前衛の加工炎かな、ちょっと前に出た。あ、加工炎の EB レベル上げて 1.7 倍にしてる、ガチ勢はあんまいないと思うので、まあ 1.5 倍かな ?EB レベル1で考えると。まあそれでもね、素の威力が、まあ最低でも 3600% あるんで、これに 1.5 倍バフつけるだけでもとんでもないダメージ出せると思うんですが、まあダメなんでね、加工炎とかと組み合わせれば、さらにね、大ダメージ狙えるんじゃないでしょうか。はい。まあ、そんな感じで、結構ね、ポテンシャル引き出してあげれば、すごい伸びしろあるキャラなんで、うん、まあ僕の好きな、結構、尖ったキャラなんで、面白そうですよね。はい。ただ残念ながら僕は前衛の加工炎持ってないので、持ってたらね、ダメランでね、
中上のさっちゃん前衛の加工園で、まあ、どれだけ孫作のダメージ伸ばせるか、ちょっと試してみたい感はあるんですけど、ちょっとね、片手打ちになってしまうので、そこまでね、今回の孫作を育成するモチベーションがないんですよね。はい。で、他の属性では覚醒バフね、2倍バフ持ってるキャラいるので、まだ非属性ではいないんですけど、まあ、今後ね、実装される可能性あるので、そうなってくるとさらにね、今回の孫作の強化が、まあ、上がることになるので、まあ、そういった意味でもね、伸びしろはあるのかなといった印象ですね。はい。2倍バフつけて、孫作の EB レベル5の2回目の EB 打ってみたいですね。どんなダメージ出るんですかね。すごそう。そうなんで、ちょっとね、欲しいは欲しいんですけどね。いや、でも38,000魅力あるんで、後半がね、転移なんですよ、今回。転移はもう、絶対欲しいんで、天井分の流局は残しておきたいんですよね。はい。なので、30,000は切りたくないんですけど、ただ38,000まで溜まったので、優勝2回回しても天井分は残るんで、優勝だけ回しますか。さすがにガチ育成までして、実戦で運用するまでのモチベーションはないんですが、単純に鑑賞用としてね、1体欲しいぐらいには今回、可愛いんで、多分、スコアターダメランで運用することはないんですが、うん。コレクションで1体取りに行きますか。はい。前回のお姉さんも我慢したし、ね、まあ、なので、優勝でワンチャンス狙いましょう。優勝出てなかったら諦めます。はい。まあ、正確には2チャンスかな ?2 回回せるんで。で優勝2回でワンチャンス狙いましょう。で、おまけで出るのが、あ、おまけも結構いいですね。水越えの黒百合と馬食。まあ、馬食は別にいらないかな。馬食はいらないけど、黒百合は大当たりですね。もう水属性の光栄。もうサブパーティーではもう必須級のキャラなんで、水属性耐性低下持ってるんで、うん、必須ですね。なので、まあ、持ってない人も、まだスキルレベル10になってない人も、ぜひとも欲しいキャラですね。僕はもうスキルレベル10まで上げちゃってるんで、いらないんですが。はい。なので、今回は、もう孫作一定狙いですね。はい。よし。じゃあ、やっていきますか。2チャンス。まずは1回目。こっち優秀だよね。はい。じゃあ、優勝ガチャ1回目、行きましょう。AT。こう。さあ、どうだ。人事を尽くして天命を待つ。どっちも持ってるはずなんで、スキップ出なかったら確定だけど出てる。はい。王者の、さあラストワンチャンス2回目、お願い。孫作欲しい。どうだ。ヒップでなかったら確定、出たら終わり。どうだ。くっそー、ダメ。工場のさっちゃんと、くそー出なかったかー。いや、今回の可愛かったから欲しかったなー。残念。まあまあまあ、でもこれで定位がすんなり出てくることを祈りましょうか。はい。まあ、過去ね、定位ですんなり出たことほぼないんですが、まあでもね、天井分は残したんで、もう行くとこまで行きましょう。明日じゃないや、後半戦は。はい。
じゃあ、ガッチャはここで終わりたいと思います。ん？もっと近くに寄っても良いのだぞ。見るのは、なんかあったっけ？前回のダメランだけか。ダメランどれぐらいだったんだっけな。あ、8。あ、すごい。トップ10入れてますね。どんなんでやったんだっけ？全然覚えてないわ。あ、そっか。疲れたから闇で行ったのか。はい。孫作と、まあ、計算でぶん殴ったってだけですかね。はい。まあ、どっちも闇属性の中ではトップクラスに強いキャラなんで。でしかもね、どっちもスカートでもダメなんでも使えるっていう、汎用性の高い二人なんでね。この二人は本当に苦戦する価値があるというか、コスパいいですね。はい。ダメラン8位でしたと。あとはスコアタか。スコアタは逆に光なんだっけ。ボスが闇だから、まあ、光か天かって感じか。そもそも縛られてるのか。はい、で250硬くすぎて倒せそうになかったんで、もう初めから諦めました。はい、225でいましたね。で、パーティーは孫作と潮ですね。はい。潮はね、超会心が前提になるんで、ちょっとね、条件はしんどいんですが、あ、超会心が出れば、さっき、孫作と同等の火力が出せるんで、まあ、非常に強力ですね。確か、そうだったはず。800×? 超会心発生すると6倍になるんで、6×18。そうですね。はい。逆に、その状態でね、やっぱり 4800% 出せる。今回の孫作はかなり、ロマン溢れてますよね。やっぱ超会心確定で発生させるのは結構厳しいので、これを無条件に出せるのはやっぱいいですね。はい。まあ、そんな感じで超会心頼りで、チヨと孫作で頑張りましたと。はい。で、何位だったっけ？ 20 位ぐらいだった。見てなかった。ん？もっと近くに寄っ、まあ、多分20位ぐらい。まあ、なんで、まあ、このまま行けば銀王冠ぐらいなら取れそうかな。はい。なんか重いな。なんか最近重くないですか ?20 位か。はい。ってな感じです。この世界には巨大な湯船があると聞いた。そこへ案内せよ。はい、今回はね、孫作優勝だけ狙ったんですけどダメでしたね。はい。今年は結構引き悪かった気がするなぁ。うん。一年振り返っても今年が多分一番悪かった気がする。まあ年々確率下げられてるんで、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど。結構スルーしたキャラも多いしね。まあただ後半今回はね、転移なので、もうどんなに引きが悪かろうが、もう天井までね、回して取りに行く覚悟なんで。まあ、そうですね。まあ、多分、メシウマ動画になると思うんで、まあ、良ければ、後半戦の動画も見てください。はい。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。